はいどうもエータのゲームイザボックス。今回デザスターデイオブクライシスが終了しましたので、次回挑戦ソフトの発表していきたいと思います。はい、ということで今回プレイしましたデザスターデイオブクライシス、いかがでしたでしょうか。まあ、最近で言うとそのね、まあ、火山活動が日本の方でも活発化してきてまして、災害に対する意識がちょっとまた増えてきた、そんな時期でしたけれども、火山だけでなく他にもね、地震や台風、大雨洪水とかね、そういったことに対するその意識を常に持っておかないといけない中、こうやってゲームにすることで、より身近なっていうかね、身近っていう言葉もどうかと思うんですけど、まあよりね、自分の身の回りに起きうることだという意識を持つことでね、まあもし災害が起きた時反応できるんじゃないかなということですね。これが起きたらこういうことが併発するんだよってことが分かるっていうね、そういう意味で非常にいいソフトではないでしょうか。前回ありました、その前にやりました絶対絶命都市と合わせてね、地震や災害に対する意識、こういうものが、日本を通して、より持つことができたかなと思います。はい、ということで、デザスターデイオブクライシスでした。はい、そしてこちらの箱の中に、今回挑戦するソフトが入っておりますので、ヒントを元に、当ててみてください。はい、じゃあヒント出していきます。今回プレイするソフトの機種は Nintendo 64です。発売日は1999年2月5日です。開発発売元は同じです。ビクターインタラクティブソフトウェアになってます。まあ現在でいうマーベラスエンターテイメントですかね。マーベラスで、今回のソフトはナンバリングタイトルがついてまして2なんですけれども、シリーズでいうと3作目になります。 1GB2 と 1GB2 という順番でね、発売されているシリーズ3作目のナンバリングタイトル2というタイトルがついてます。まあ、ゲームシステムというか、まあ、ストーリーとしては、祖父の遺産を引き継ぐみたいなね固く言えばそうなんですけどね、祖父の持っている土地を相続して、その土地をこう開発していくみたいなゲームですね。うん、はい、じゃあもうほぼ答えなんですけれども、重大なヒント言いましょう。牧場ですね。すごくすごい正解に近いキーワード、牧場。まあつまりですね、祖父から受け継いだ牧場を運営経営していくゲーム、そんな物語ですよ。うん、牧場を経営運営していくゲームの物語の2ですよ。はい、ということで、もうそれぐらいかな。まあ言っておくことはそれぐらいですね。はい、ということで、じゃあ答え合わせです。はい、じゃあ箱開けていきます。はい、今回挑戦するソフトは、はい、こちら。開けづらい。牧場物語2、こちらをプレイしていきます。はい、ということで、牧場物語2、こちらをね、今回からプレイしていくということで、まあやっていくんですけれどもね、今回このゲームなんですけれども、牧場物語2、一応エンディングが用意されてまして、そのエンディングなんですけど、3年目の春の月っていうのが終わると、一応エンディングの分岐が始まります。でこの段階で、まあいいイベント等々いい行いをしていれば、グッドエンディングにたどり着くという、まあ、そういう牧場経営ゲームなんですけれども、まあ、例えばですね、作物を育てたりとか、山へ行ってその山でできる、草とか、あとね、果物とかを取ってそれを売ったりとか、あとは牛を育てたり、あと犬もいるし馬もいるし鶏を育てたり羊を育てたりすることもできます。そういうね、酪農をしてみたりとか、あとは女の子との恋愛をしてみたり、そんな感じで、非常にいろんな要素が盛り込まれた
Nintendo 64 の僕は名作やと思うんですよね、このゲーム。もうもちろんプレイ済みで、何年もこのゲームの中でやってましたけれども、とりあえず今回はできる限りのグッドエンディングを目指したいということでね、ちょっと秘策を用意しました。このゲーム実況チャンネルで言うと、一応ね、攻略サイトを見ながらプレイとか、あとはスターフォックスアドベンチャーでは自分が作った攻略サイトを見ながらプレイするなんていうこともやりましたけれども、まあそういう攻略サイトを見ながらプレイっていうのは結構やってきたんですけれども、今回はそういう攻略サイトには頼らず、紙の媒体を使おうと、デジタルデータじゃなく紙の媒体を使ってみようということで、今回用意したのがですね、こちらの2冊の本ですね。ちょっと一旦どきましょうか。はい、こちらの2冊の本を用意しました。でもうなんかいろいろ付箋が貼ってたりするんですけど、まあ、これちょっと僕が実際にゲーム実況するときに見やすいようにいろいろ付箋貼ってますけれども、この2冊、この2冊の本を活用してですね、いろんな情報が載ってますんで、それを見ながら、ゲーム実況していくと、グッドエンディングを目指した実況をやっていくという感じでやっていきたいと思っております。で、今回使う攻略本なんですけれども、ファミ通の攻略本としてあるこの牧場物語2公式ガイドブック、僕の牧場へようこそという、これをね、これ1冊目、いろいろ書いてます。これ中古で買いましたけれども、定価950円であったのがだいたい1000円ちょっとぐらいで買いましたね、ほぼ定価ぐらいで買いました、中古本ですね。でもう一冊が、こちらは電撃任天堂64の特別編集ということで、今は何を作ってるのか、電撃のやつです、電撃攻略法って書いてますね、牧場物語2幸せ攻略ブック、幸せな牧場生活を送るための秘密がびっしりって書いてますね、この電撃任天堂64編集の攻略本、この2冊ですね。はい、ということで、これも、本体価格800円だったんですけど、だいたい1000円ぐらいで買いました。この2冊2000円ぐらい買って、2000円ぐらいのやつで、今回プレイしていきたいと思います。ちょっと中身は見せられないですけどね、著作権等々ありますから、中身は見せられないですけど、この2冊を使って、今回はプレイしていくという感じになります。ということで、じゃあ予告編を見ていただきたいと思いますので、予告編をご覧ください。どうぞ。なのでこの夏の日の1日までに、いいエンディングを迎えられるような行動をしていこうというのが私の今回の実況の目標になってきます。これはおじいちゃんが亡くなってですね、おじいちゃんが経営していた牧場がこういう荒れ果ててしまった、そういう状況で、お父さんとね話し合って、僕はちょっとこの場所に残るよと、おじいちゃんが最後に言っていたこの牧場を、継いでくれというお話だから、僕はこの牧場に残るよと、おじいちゃんが残してくれたこの牧場地もう荒れ果てちゃってます、まずはここら辺を手入りしてですね、作物を育てていかないと、今300ゴールドしか正直持ってないですから、こういう感じで本当に1日がね、あっという間に終わってきます。そんな中、なるべく効率よく進めていかないといけない。このゲーム結婚候補は5人いまして、そのうちの1人、フラワーリリアの女の子、花屋の手伝いさん、ポプリちゃんですね。ライバルはグリーン牧場にいるグレイという男と、この人が恋のライバルになります。実はね、君に草競馬に出てほしいんだ、クリフの弟を預けるから。あ、馬をくれるんですね、ここで。実はあの子も恋愛対象の1人、名前なんだったっけな、ランちゃんかな、ランちゃんです。牧場の一人娘じゃないか、兄がいるのか、牧場の娘ですね、はい、ランちゃん、この子はですね、ケーキショップで働く女の子ということですかね、はい、図書館にいるこの女の子、司書さんですね。
この人も恋愛対象の一人、こんにちは。私は図書館の受付をやっています、マリーと言います。どうぞよろしくお願いします。まあ、カレンか、僕はね、カレンか、ケーキ屋のエディさん、どっちかを恋愛候補。もう過ぎちゃってますけど、4月の1日。このゲームは4月3日から始まるので、4月1日はないんですよね。1年目の4月1日はないんですけれども、4月1日は新年祭。君はもう人生最高の花を見つけたかい？あ、ごめん、間違えた。ごめん、間違えた。見つけてないっていう意思表示じゃないから。また持ってくるわ。うん。愛情がおかしい。愛情がおかしいわ。なんか、なんでもかんでも嬉しくなってブラシかけるやろ、お前。定期的に水をあげてしまうの。出るかな？出た。来ましたね。あら、今時ちゃんとお供え物してくれるなんて、なんて、心身深い人でしょう。お、赤く出る。赤く出る。来たぞ、赤く。赤くいけ。オッケー。これ5倍でしょ。結構来るんだな、枚数。お、100枚。133枚になりましたね。しっかり投げ込まれた。あら、やっちゃった、ほら。ほら、キャベツこうなんだよ。悲しいでしょ、こうやって。こんだけ日にちをかけて栽培した作物がですね、ちょっとした不注意で、ああやって壊れていくんですよね。おはようございます。陽気な BGM に変わりました。夏です。夏。鳥が2匹目なんですよ。だから鳥が2匹目だったら僕は何をつけるかっていうと、ニトリさんですね、うん、ニトリさんです。お値段ぐらい、いや、お値段以上かもしれない。そんな世の中じゃポイズンですよ。エリーさん卵大好きだから1日に3個か4個ぐらい食べるんじゃないかな。ゆでタバコがねっつって言うからあげないとね。はい、エリーさんのゆでタバコがねを聞くためにね。土曜土日休み、あのジジイ土日休みやがって本当に。おーっと、少々口が悪かったようだ。あー、これ台風ね。台風だ。お前また証明しやがったやろ、この野郎、お前。このネタ何回やんねん。テレビも映らない。あー、ほらほら、ここら辺もう穴開いてるでしょ、これ。貴重な、貴重な花が。これはビタミンが豊富だな。そんなんあるかね。俺野菜食って、あ、これビタミン豊富やなっつって、このキャベツビタミン豊富やなってならんて。まあ、君の舌はビタミン検出液があるんだ。なんか、あ、ハートが青色になってる。オッケー、これが愛情度がちょっと上がってきたってことですよ。これ牧場で何するの？それを動画にするんだ俺は。牧場で何をしているのか、俺は牧場で何をするのかを動画にするんだ俺は。